キチャンネル。ちょっ、さあ月曜日です。総チェックということでね、はい、また先週のね1週間の、セバ全試合をチェックしてですね、情報をお伝えしていきましょうね。ということで無駄話をしてるとね1時間動画が超えちゃうんでもう行きますけども、なんとですね、今日月曜日、佐々木ベイ FM で朝の6時から、9時までの生放送3時間を今喋ってきましてですね、ということは何が起きてるかっていうと、昨日も、ヤクルト対巨人戦の神宮でね、解説行きましたけど日本放送でね、ファールボールキャッチだよね。皆さんトレンド上がってましたから見てくださいね。まだあのツイッター上映像見えると思いますからぜひ見てください。ということでね、あのなんとですねこの23日の試合は、チェックできておりません。だから経過送りになります。そこら辺はご了承ください。これをチェックしだすと寝ないで今日来てることになって佐々木死んじゃいます。はい、ということでね、さあ今日はセリーグからお送りしましょう。中日対阪神、21日4対1で中日、22日0対2で阪神、23日2対1で中日ということで中日のね2勝1敗で勝ち越しとなりまして、まあいいね接戦をものにできたかなっていうところで、21日中日ね先発小笠原7回105球5安打9三振2四球1失点と、まあ、ナックルカーブがね特に良かったなと。その中で、まあ、スライダー、チェンジアップ OK とね、非常にコンビネーションも良くて、で平田に対しては、まっすぐツーシーム系ねしっかりインコースに投げながら、まあ、緩急っていうところも、打ち外使いながら非常にグッピッチだったと思います。で阪神先発青柳ね2回3分の2 74球7安打4三振2四球1デッドボール4失点と、まあ、2戦連続でちょっと降板みたいなね形になって、まさかエース青柳がっていう中でね、まあ、ピッチング見てると、まあ、前回よりは状態が起きるのは遅くなってるかなっていうところはあるけども、結局制球が定まらなくて制球がつかないっていうところからフォーム全体がもう緩むっていうね。でそれでストライク取りに行ってで、まあ、置きに行くから球威もなくてでキレもないと、でボール自体も緩いと、ね、でそういったところをしっかりね相手打線は何の苦もなく合わせてくるっていうところではもう思いっきり行っちゃいなよっていう。だから1回ねブルペンとかであのわざと力んで思いっきり投げるっていう制球あんまり気にしないでっていうところも取り入れてもいいんじゃないのかなっていうね。制球つかなかすぎるから全体が緩むからね、ただの棒球になってるような気がします。でね、まあ、打線も全体で5安打というところで、まあ、佐藤輝も状態悪いしね、まあ、なかなかここはね初回ね、ワンアウト一三塁から大山の犠牲フライでね1点取ったけどもジエンドっていうね。まあ、そこから岡沢からね先ほど言ったように非常にね緩急をつけていいピッチングしたかなとね。でその中ね中日は1回の裏にね先頭大島ヒットで岡林三振するけどもアルモンテねヒットで石川がタイムリーね、で細川三振するけども溝脇タイムリーとね、こうランナーをしっかり返すっていうところですぐ逆転できたのがね非常に良かったかなと。で2回裏も、2アウト1塁からアルモンテのヒットだから、この試合はね2アウトからいつもヒットが出ないタイムリーが出るっていうねところでは非常にね、この序盤の、初回にいて、で、2回行って、で、3回にもね、2アウト1、2からなんとピッチャーの小笠原がタイムリーヒットっていうね、4点を取ったっていうのは非常に大きかったし、小笠原もね、ここでヒットを打って、自分もね、調子づいていけたっていうところでは非常に大きかったかなと。で、まあ、その中でね、このまあ、守備でもね、ドラゴンズ、8回表ね、ノーアウト1、2からノンジのセンターフライね、センター加藤翔平、ね、下がりながら、フェンス際、ね、直撃しながら、ジャンピングキャッチ。ナイス。あれもし抜けてたらね、パンパンパンってね、行ってた可能性もある。で、その後ね、木下、ね、大山三振取って、ランナー中野をね、盗塁殺っていうね、三振ゲッツ。これね、守備のところもね、非常にいい形でね、貢献できたかなっていうね。で、22日、0対2で阪神っていうところで、まあ、この日はね、阪神先発村上、9回105球、2安打10三振、無四球無失点と、まあ、ストレートはね、145キロ前後。で、ツーシームフォーク、カット、そしてカーブっていうところで、もう糸を引くようなストレートでね、で、同じ軌道から落ちるとかね、で、若干ね、ピュッて浮いて曲がって、しっかりスピンも効いて、曲がってからも速いっていうカーブでね、球速自体は145キロ前後だから、爆発的なね、佐々木朗希みたいなストレートがあるわけでもないし、まあ、その中でね、しっかりストレートで空振りも飛べてるっていうところではね、このいろんなね、アマチュアの選手たちが、この村上をね、見本にする、いい題材の素晴らしいピッチャーかなっていうところはね、ありますね。球速命みたいなね、最近の風潮からは非常にね、それに警報を鳴らすいいね存在だと思います。でね、これはもう2試合連続で11回3分の1完全で12イニングぶりに、福永にヒットを打たれて、まあ、ここでね、今年初ヒットを打たれるっていうところだったけども、いまだね防御率 0.00、 しかも2試合連続ね、もう本物でしょこれはね。
で中日先発ね、高橋宏斗6回90球5安打7三振無四球1デッドボール2失点と、まあ高橋宏斗もねめちゃくちゃ良かったんだけども、まあそれ以上に村上が良かったっていうところと、まの6回ね、先頭ピッチャーの村上にレフト前ヒット打たれて、で近本にね、タイムリースリーベースっていうところで、ここで村上がよく走ったねっていうね、でホームまで帰ってきて、でノーアウト3塁からね中野のレフトフライ犠牲フライも若干浅めだったけどもね、まあ、レフトアルモンテっていうのもあるけども三塁ランナーね近本ね非常に足も速くねスライディングも良かったっていうね、このまあ村上近本の連打、そして中野の犠牲フライも素晴らしいけども、それに伴うね村上の走塁、そして近本のね走塁っていうところも非常に素晴らしかったかなと。でまあここね2点だけっていうところでね、高橋宏斗もねこれで敗戦投手になるんだけども、やっぱり先頭のねピッチャーの村上に打たれちゃったっていうところがねちょっと痛かったね。ドラゴンズはね全体的に福永のね、2本のヒットのみっていうところでもこれは完敗でございます。で、23日、2対1でね、ドラゴンズっていうところでドラゴンズ先発はね、福谷6回3分の1、96球4安打5三振1四球1失点とね、こちらもね非常に、4安打に抑えて1失点でね防ぐっていうところでは、まあ初回ね近本に先頭打者ホームランは打たれるけども、その後ね粘り強いピッチングをして、勝ち切るっていうね。で5回の裏ねワンアウトからね自身がね悩んで出て、でここで岡林バント失敗するけどもね、その後ね、大島そして細川のね、タイムリーでこの2点取るっていうところではね、非常にこの3連戦ねドラゴンズはまあね村上に抑えられたっていうところはあるけども、ツーアウトからね欲しいところで1本ね出て、まあ最少得点をね、しっかりピッチャーで、逃げ切るっていうところでは、まあ非常にね今のドラゴンズがやるべき試合展開だったかなっていうところもあるし、まあ福谷はね前回中3日で投げてね、途中短いイニングで交代したけども、今年はね本当開幕してから本当に安定したねいいピッチングが続いてるんで、そういった意味ではね、この勝ちっていうのは非常にね今後の展開にも大きなね福谷自身にも影響を及ぼすね、一勝になったかなと思います。で結果ね、2勝1敗で阪神の勝ち越しっていうねところになりましたね。さあ続いて広島対 DeNA、21日0対1で DeNA、22日3対0で広島で、23日、4対3で DeNA っていうところで、 DeNA の2勝1敗で勝ち越しっていうねところになりましたけども、まあ、どの試合もね、完封完封そして接戦みたいなね、試合展開になりましたけども、21日ね、1対0で DeNA というところで広島先発コルニエルね7回3分の2、109球4安打4三振4四球1デッドボール1失点と、まあ、ちょっとね荒れて5四四球出したけども、まあ、っすぐカーブツーシームスライダーフォークと、まあ、ボールを動かして打たせて取るっていうね、まあ、ほとんどもうストレート投げないでフォーシーム投げないでツーシームっていうところで、まあ、ストライクゾーンでアバウトに投げてボールを動かしながら、まあ、打たせて取るっていうところで、まあ、若干制球使うとね5四死球出したけどもしっかりそこはね粘り強いピッチングができたかなと。で DeNA はね満を持してやっと出てきた今永っていうところで8回ね101球5安打6三振無四球無失点と、まあ、ストレートのキレはねやっぱり WBC 同様抜群だったし、でスライダーチェンジアップがね非常にいいところに決まって、変化球とストレートのコンビネーションもね完璧だったし、まあ、これが初登板というところで、まあ、若干ね調整がね遅れたかなっていうところだったけども、結果としてはねさすがのグッピッチだったと思います。でね、まあ、これは全体的に何の差かっていうとね、もう結局は最後はねフォアボールの差かなとね。8回表、ね、DeNA の攻撃、先頭差のフォアボール、で2番強打フォアボールっていうね、で宮崎レフト前ヒット、で満塁になって牧三振になるけども、このね、楠本の、内野ゴロの間に、1点を挙げるっていうところでね、この先頭の佐野、強打のね、この2つのフォアボールっていうところが痛かったし、逆に今だからね、無四球っていうところで、このね、やっぱフォアボールの差っていうところは非常に大きかったかなと。でね、これ大体ね、楠本のね、三塁ゴロもね、まあ、ファーストのマクブルームね、ダイビングしてよく取ったけども、これはやっぱりね、セカンド投げたけど、タイミング的にはダブルプレーは無理っていうところでね、まあ、あれをね、もし抜けてたら2点っていうところもあったんでね、まあ、よく取ったなっていうところはあるけども、まあね、今永の好投がね、この勝利をもたらしたかなというところです。で、22日、3対0で広島っていうところで、広島先発、床田ね、7回90球、5安打5三振、無四球無失点と、まあ、勝負どころでね、ツーシームがかなり光ったなっていうところで、DeNA はね、3回表、山本がレフト前、で、大貫がバント、ね、でここをね163のダブルプレーに取るっていうね、もう投げてからね非常にねダッシュ力も良かったし、取ってからのね反転スピードも速くね、セカンドへね素晴らしい送球っていうところではこのダブルプレーね床田の守備力が光ったかなと。で6回表もねワンアウトから佐野がセンター前で、代打太田がねレフト前と、でピンチ作るけども宮崎にねアウトコースのツーシーム引っ掛けさせて543ダブルプレーね、
で8回の表はねピッチャー松本に変わってるけども、大和がフォアボール、山本レフト前で、上里レフト前でノーアウト満塁。ここでね佐野 3-2-3 のダブルプレーっていうところで、マクブルームもねサースト落ち着いてねスローイングプレーもしたし、で坂倉はね取ってから早くね 3-2-3 がねかなり坂倉はね取ってから早かったなっていうね、この坂倉のスローイングはグッドプレーね、ダブルプレーに打ち取って、で9回表もねワンアウト一塁から桑原がね、4-4-3 のダブルプレーっていうところで、まあ、4度目っていうね、まあ、このね、カープはねピンチを作りながらも全てねダブルプレーでしのげたっていうところが大きかったし、 DeNA をねそこで1本っていうところがねなかなか続かないで、まあ、シャットアウトされちゃったかなと。で DeNA 先発大貫はね5回72球4安打5三振無四球3失点とでね、まあ、ワンチャンをねカープに物をされたかなっていうね、このまあ違いかな、結局チャンスはね DeNA の方が多かったと思うんだけども、カープはねこのワンチャンをものにしたっていうところでは、4回の裏ね野間が、センター前、ね、でそして秋山はねファーストゴロで、ワンアウト一塁からマクブルームの、ね、センター前ヒット、なんと桑原がこいつバッとエラーで、ファーストね、ランナー山秋山はね一気にホームインっていうところでね、でその後西川がライトへツーランっていうね、まあ、この3点だけだったからね、そういった意味ではこのワンチャンスをものにしたカープ、その中にはねミスがあったっていうところもね非常に痛かったかなと。カープは逆にねチャンスね、かなり、広げられましたけど、そこをねダブルプレーでね切り抜けたっていうね、1本出るか出ないか、ミスがあるかないかっていうところがね、勝負点になったかなと。で23日ね、3対4で DeNA っていうところでね、まあ、序盤ね2回に DeNA ね強打のセンター前タイムリーヒットで先制するんだけども、ここもね一つの疑問、2アウト2、3塁2回表次のバッターは東っていうところで、俺はこれいつも思うんだけど、なんで敬遠しないんだろうっていうね、こう敬遠して満塁で東でアウトで0点だったらいいじゃんっていうね、でたまにいるんだよね、いやいやいやそこを8番で打ち取ったら急に次の回ピッチャーから始まってワンアウトで1番になっていくんやから、そう次の回1番から回らないからいいんちゃうんって言う人いるんだけど、いやいやそりゃそうだけど点取られたら一緒やないかっていうね、1番から始まったからってそんな簡単に点取られるようなピッチャーなんかっていう、それまでだったらもうだいぶ失点してんだろうっていうね、まず今の0点を抑えなきゃいけないんちゃうかっていうところで、このワンアウト2、3塁強打でね敬遠しない、ちょっと意味が分かんないね、で結果ね強打に2点打たれて、でその後ね3回裏に菊池はねレフトスタンドでホームランで、2回ね、裏にもマクブルームがホームラン打って、その後ねワンアウト2、3塁から秋山のね、内野ゴロの間に1点取るっていうところでね、まあ、ここで一気に逆転して、まあ、このまま行くかと思ったらターリーね佐野レフトスタンドへホームランっていうところで、まあね、前日のねノーアウト満塁この 3-2-3 ダブルプレーのね、屈辱を晴らすっていうところではね、このホームランで同点になって、で9回もね栗林ね代打楠本ねセカンド菊池ねバウンドちょっとずれたかな、菊池だったら止めれたんちゃうかって俺は思うけどもね、そこがねちょっとバウンド跳ねたかなんかでね、取れなくてね、ライトに抜けていって、まあ、あれもねスライディングしながらね厳しいところのね打球だったんでね、そんな簡単なイレギュラー簡単な打球じゃなかったけどもね、それがライトに抜けてそれが決勝打になるんだけども、代打の楠本ね代打打率がえぐいっていうね、あとはこのターリーね、まあ、DeNA もねエスコバ ID を出してね逆転されたっていうのもあるけども、広島もねターリー栗林を出してね逆転されるっていうところは非常に痛い敗戦、まあ、栗林がねもう3敗目っていうね、1、2年目で3敗したのに3年目でもう3敗もしたっていうねところがニュースになってましたけどもね、でも7セーブでセーブ王っていうね、だからまあここら辺、まあ、だからまあね機会があったら全部使うっていうところだけども、まあ連投してればねたまに休ますっていうところもねリフレッシュも含めて必要かなと。でそうなったら誰投げるんやっていうところあるからね、そしたら松本行っちゃおうかみたいなね、ところはありますけども、まあねこの接戦をものにしたっていうところでは DeNA ね2勝1敗で勝ち越しは大きかったんじゃないでしょうか、はい、さあ続いて、ヤクルト対巨人、21日3対0でヤクルト、22日、2対4で巨人、そして23日3対7で巨人ということで、巨人の2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、この試合はね23日解説行ってましたんで3試合ねしっかりお伝えできますけどもね、21日ね3対0でヤクルトっていうところで、巨人ね先発ビーディ5回76球3安打6三振3四球2失点と、まあ初回のフォアボールと2回のウォーカーの守備ねっていうところがね痛かったかなとね、まあ、3回から5回までねノーヒットだっただけにね、ビーディ自体は俺はそんなに悪くなかったんちゃうかっていうところはあるけどもね、初回ね1回の裏にね、ワンアウトから、浜田フォアボールでサンタナ三振ね、取るけども村上フォアボールっていうね、このフォアボールがね痛かったなっていうね、2アウト1塁からオスナのね、ライトへの先制タイムリーというところで1点取られて、
で2回の裏ね、ワンアウトから長岡のねレフトへのツーベースね、これもねレフトローカーが照明入ったのかっていうところでね、ちょっとなんかね眩しそうな感じで取れずね、普通に行ったら取れてたレフトライナーっぽい打球っていうところが、まあ後ろに抜けてツーベースになって、で高橋サードゴロで打ち取るけども、ツーアウト二塁からね、竹岡ねレフト前、ウォーカーが取った時は、まあ二塁ランナーの長岡ね三塁ベース上ぐらいだったけども、やはりあの送球じゃ苦しいっていうところでホームに変えられるっていうね、この守備力で、ここもだから防げる1点ではあったけどね、もったいない。で巨人はね、ランナー出すも1、4、5、6、7、5閉殺っていうね、これはちょっと痛かったかなとね。 まあ初回ね、ワンアウトから中山がフォアボール出て、ワンアウト一塁ね、中田が1、4、3ダブルプレーで、4回、ワンアウトから中山がね悩んで出て、中田6、4、3ダブルプレーで、5回、先頭岡本ツーベース、ウォーカーフォアボールで、吉川がね送りバント試みのファールアウト、バッと、これ痛かった、正直これ送っときたかった。でブリンソンがねセンター前ヒット打って、ワンアウト満塁になるけども、大城が4、6、3ダブルプレー、6回ね、ワンアウトからオコエがフォアボールで、中山ダブルプレー、あこれ9だ、1、4、6、9だね。で9回ワンアウトからオコエがセンター前ヒットで、丸が3、6、1ダブルプレーっていうね、5閉殺、これじゃなかなかきついね。で8回ね、ブリンソンの二塁へね進塁した時のアウトっていうところもね、ライト並木ね素手で取ってね、二塁へ送球はね非常に、送球も良かったしね、肩も強かったし判断も良かったしね、グップレーだったと思います。ということでね、こういう5併殺を取ったね守備陣っていうところと、こういうね並木のプレーっていうね、まあしっかり3点も取りながらもねダブルプレー、そして守備力でねしのぐっていうところは大きな勝利だったんじゃないでしょうかね。でヤクルト先発高橋ね、6回87球3安打3三振3四球無失点と、まあランナー出すもねこうやってねダブルプレーでしのげたっていうところは非常に大きかったかなと思います。22日2対4で巨人というところで、巨人先発グリフィンね6回109球4安打3三振1四球1失点と、まあ、初回ね失点も、まあ、打ち取ってる打球がね2度内安打っていうところで、最後ねタイムリーもオスナをね詰まらせたけどタイムリーと、俺は投球的には完璧に良かったかな、ちょっと不運だったかなとね、浜田のねショートはボトボトの内安打っていうところもね、サンタナショートへの内安打っていうところもね、まあ、打ち取ってはいるんでね、そういったところはちょっともったいなかったけども、ね、まあ、この1失点だけなんでね、非常に素晴らしかったかなと。ヤクルト先発、小川ね、5回75球、5安打5三振、2四球1、1デッドボール3失点と、まあ、巨人はね、2回表、ツーアウトから吉川ライト前ヒット、で秋広がね、自身初のタイムリーツーベースっていうところでね、まあ、プロ初ヒット、非常にね、グッパッティ、ね。で、この試合はね、まあ、小川ね勝負球がね甘くなるっていうところでね、まあ、そこをしっかりミスショットしなくてね打ち切ったっていうジャイアンツ打線も素晴らしかったけども、で、4回の表ね、岡本がセンター前で、中田が2エンド2からインコースのねストレートツーシーム系難しいところだったけどもね、もう本当に見事なね、極芸打ちかっていう長中打ちでねライトへ、で吉川デッドボールで、ここは秋広三振するけども、2アウトからね大城がライトへ2打点っていうところでね、これは非常に大きかったかなと。いや、ワンアウト満塁か、ワンアウト満塁からライトへね2打点っていうところで、きっちりね次の打者がねグリフィンっていうところでね、非常にこの1本っていうところが大きかったかなと。ね、高めのストレートね0ボール2ストライクからね外しに行ったところが中途半端な高さになって、それを2打されるっていうところで、ヤクルトバッテリーとしてはねちょっと後悔するね、ちょっともったいないっていうね、外しに行っただけにねそれが甘めに入るって一番ねやってはいけないっていうか一番後悔するパターンだからね。まあでもそこを大城がねしっかり仕留め切ったっていうところは大きかったし、まあ6回表ねピッチャー山本に代わってツーアウトから大城ライト前で、グリフィンがね今度レフト前打って、で大声がねライトへツーベースっていうところでね、非常にね下位打線からグリフィンもつないで上位で返すっていうね素晴らしい打線のつながりで、これでねしっかり取れる時にしっかり取って、小川もね勝負球が甘くなるっていうところでね、それを見逃さないでね仕留め切る。でグリフィンはね初回失点するけども、そこからねあと5イニングを完璧に抑え切ってね、1失点というところでは非常に投打が噛み合った1試合だったかなと思います。で23日はね、3対7でね、巨人というところで、やっぱりねこの試合の一番のポイントはね、7回裏ねオスナねあの打席でファールボールを解説者の里崎が取るグッチナイスキャッチスパイラルク里崎ねっていうところで素晴らしいキャッチングだったなと思います。あ、まだ見たことないですか？見たことない人はどっかで探して映像あるんで見てください。あと、日本放送の、ラジコで、その時の
模様が聞けますから、ぜひ聞いてください。めちゃくちゃ面白い展開になってますからね。まあということでね、まあ冗談はさておいて、まあ冗談でもない本気ですけどね、まあこの試合ね、あの先発、巨人ね横川、そしてヤクルト吉村とね、8勝利をかけたピッチングになりましたけどもね、ヤクルト先発吉村ね、5回73球9安打3三振6失点と、まあ内容、投げてる球は俺はそんな悪くなかったかなと思うんだよね。でもその中でやっぱちょっと気になったのはキャッチャー内山とのバッテリーで、アウトコースばっかり打たれるんだよね。でインコースほぼほぼ使わなくて外ばっかり打たれるから、もうちょっとね、打たれないんだったら外の出し入れだけで勝負して全然問題ないと思うけども、やっぱ打たれ出したりちょっとね連打が続くと、もうちょっとインコースを使った方が良かったかなと思うけども、まあ最後らへんで本当にちょっとインコースを使ったらね、岡本とかでもちょっと腰の開きが早くなったり外届かなかったりしてね、打ち取ってるっていうところもあるんでね、もうちょっと外一辺倒じゃなくてアウトコースもね、あ、じゃあインコースもしっかり右左関係なく使った方が俺は良かったかなと。であとは吉村選手はね、やっぱりそのしっかりちゃんと制球よく投げれるから、やっぱコースとか球種が偏っちゃうとバッターがね狙いやすい、能力が高いだけに、これがね荒れるピッチャーだったら狙いにくいんだけども、多分ね素直にそこにちゃんと来るから、逆に相手がハマっちゃうと連打されるっていうところもあるから、そこら辺はもうちょっとバッテリーで考えて偏らない、コースも球種も偏らないようにして、ね、制球力いいんだから幅広く使って抑えに行くと、もっともっとね、結果が伴ってくると思うんで、そこら辺はもうちょっとね、次回登板、考えてインコースとかもねしっかり使うっていうところは必要だったかなと思います。でね、巨人先発横川ね、5回59球5安打2三振、無四球2失点と、まあ、このね打順の兼ね合いで5回で変わったけども、もうちょっとねイニングいけたかなっていうところもあるし、こちらもねしっかり腕を振りながら、まあ、外のストレート通信向けでインコースっていうところもしっかり使いながら緩急でね非常に素晴らしいピッチング、まあここまでねいいピッチング続いてたんでね、まあ、いずれ勝つだろうと思ってたけどね、まあ、この試合ねしっかり勝ち切ったのが大きかったかなと。まあ、この試合ね、2回の表、ね、いきなり岡本がねアウトコース若干振り遅れながらね、一塁側にファールして、多分バッテリーとしてはまっすぐ振り遅れてるから、まあ、まっすぐで行っていいんだろうと思って、そのね、ワンワンからもう一回アウトコースのまっすぐ行くと若干高めの甘めにね行って、岡本がね弾丸ライナーでセンターバックスクリーン右横にね突き刺さるっていうね、見てた感じはアフェチョッかなと思ったらね、そのままね吸い込まれていったっていうね非常に素晴らしい打球だったと思います。でその後ね2アウト2塁になって、秋広がねライトへ外スラがね甘く入って、タイムリーヒット打つんだけども、ここも2アウト2塁だからね、俺は敬遠で良かったんちゃうかと、横川勝負で良かったんちゃうかってね放送でも言ったけども、ここでね勝負して2点目取られるっていうところは非常にねもったいなかったと思うし、1番から次9番から始まればっていう人はね、先ほど の広島の時のね話と一緒ですので、そこを見返してみてください。はい、でね、4回の表、今度ね大城がツーランホームランっていうね、この日3安打っていうところでね、非常に岡本の内安打、まあこの岡本のねセカンド内安打もね、まあ赤羽がねちょっとねこのグラブ手につかなくてねポロッとねしちゃうけども、取ってたらアウトだったのにみたいなね、感じはあるけどもね。でその後大城がね、しっかりね右中間に、ホームランっていうところでは非常にねいい形の4点目になりましたけども、4回の裏にねサンタナが今度ね打った瞬間バックスリーにね、バックスリー中段ぐらいにツーランホームランで、いやこれこの一発でまたどうにかなるか分かんないなっていうところで、5回ねワンアウトから吉川がレフト前ツーベースで出てレフトへのね、でその後ブリンソンがねアウトコースのスライダーを打った瞬間レフトスタンドでツーランホームランっていうのも、ここももう外オンリーだったんだよね。でしっかり踏み込まれて引っ張り込まれるっていうところではね、まあ、先ほど言ったように配球の工夫っていうのは今後必要になってくるのかなと、ね、しかもジャイアンツとしてはねサンタナにツーラン打たれた後のこのブリンソンのツーランだった時にねめちゃくちゃいい欲しいところで、6回にもね今度は秋広がね3ボールから積極的に打ちに行ってセンター後方への犠牲フライでノーアウト2、3塁ね、大城レフト前坂本がねツーベースでチャンスを作ったところをね1点、しっかり返して、でしかもね深いセンターフライだったからセカンドランナー坂本もサードでね、タッチアップできるっていうところでは非常にいいバッティング、まあ、その後ね代打長野が凡退、オコエ凡退とねもう1点入んなかったけども、この秋広のね3ボールから積極的に打ちに行くで、まあ、もちろんヒットが一番いいんだけども、ね、ヒットじゃないところの最高のねバッティング、センター後方への深い位置のタッチアップで1点入りながらセカンドランナーもタッチアップさすっていうところで非常にバッティング内容も良くて、素晴らしいバッティングだったと思います。でね、事件は起きた7回裏っていうね先頭のねお声の時に佐々木キャッチが起きて、でねみんなで佐々木コールが起こるわけ球場でね、
珍しく。それ放送にも載ってますから、ぜひ聞いてください。でね、佐々木コールが怒ってるうちにオスナがホームラン打つっていうね、絶対見てなかったらいるやろってね、球場で俺の方見ててっていうね、あの俺ももうちょっと見逃しかけたっていうね、喜びすぎてっていうね、まあここで1点取ったけども、まあ若干ね、その後チャンスも作りながらね、まあなかなか4点差はね、きついところがあって、しっかりね、ジャイアンツが逃げ切ったっていうところで、まあジャイアンツのね、このリリーフ田中ね、大勢っていうね、この8、9ね、あの4点差でも大勢出てきてね、しっかり抑え切ったっていうところは非常にね、良かったと思います。結果ね、2勝1敗でね、今下位に低迷するジャイアンツが勝ち越ったっていうところはね、非常に大きな3連戦だったと思います。さあ続いてね、パリーグオリックス対西武、21日7対5でオリックス、22日2対4で西武、そして23日4対1でオリックスということで、オリックスのね、2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、ね、21日7対5でオリックス、オリックス先発ニックスね、4回79球3安打4三振、2四球3失点と、まあ立ち上がりね、変化球、カーブ、カットなどね、低めに全く決まらずね、で、ストレートも甘めに入り3失点というところでは、ちょっとね、制球が、球の力がね、あるだけに、そこの変化球がね、うまくまとまればね、もうちょっといいピッチングするのかなと思うけども、まあ3、4回ね、変化球低めにね、決まり出して、しっかり好投してるっていうところでね、まあ、出来がね、伸びどころとしては、変化球が低めにね、ストライクゾーン決まるかどうかっていうところがね、非常にこのニックスにとって大きなね、状態を見る見極めの一つのポイントかなと思います。で、西武先発今井ね、5回97球、10安打4三振、2四球5失点と、まあ4回ね、一気に5失点っていうところで、杉本にね、抜け出すライダーを、ものは見事にね、レフトスタンドへ放り込まれて、まあ、ここからね、一気に流れ変わるっていうところでは、ここが分岐点だったかなと、ね、でね、その前ね、一塁ランナー宗をね、牽制アウトにね、取っただけにね、そのね、ホームランっていうところは、今にとっては痛かったなっていうところもあるし、オリックスにとってはかなりね、大きいかなっていうところはありますね。まあ、西武はね、初回、ツーアウト2、3塁からね、マキノンの、タイムリーで2点取って、で、2回表にね、小玉の、センター前タイムリーヒットで1点取って、もう3対0、しかも今井が投げているっていうところではね、このまま一気にね、行きたいところだったけども、先ほども言ったようにね、4回裏、ね、宗がレフト前ヒットで出て、なんと牽制タッチアウトで、ああ、これでまたこのままの流れで一気に西武に傾くかっていうところでね、先ほど言ったように杉本がね、抜けてきたスライダーをレフトへホームラン打って、で、その後ゴンザレスフォアボール、で、倉林センター前ヒット。で、ここでね、冒頭ワイルドピッチが起きて、茶野がね、セカンドへのタイムリー内安打。で、太田がタイムリーヒット。で、西野がね、ここでセーフティースクイズく。こういったところで作戦絡めてくるっていうところもね、中島ジック、中島イリュージョンっていうところをね、ちょっと相手にとったらね、いやらしいところかなと。で、その後ね、中川がライト前ヒットっていうところでね、ここでしっかりね、連打、そして作戦もね、連なって5得点っていうところはね、今にとってはもう魔のね、4回になったしね、オリックスにとっては一気にっていうね。しかしね、6回表ね、ここでね、外崎ヒットね、で、比嘉からね、中村拓也がホームランで、一気に同点に追いついて、おいおいおい、どうなるんやっていうね、ところは、あるけども、6回裏ね、オリックスはね、ピッチャーね、今井に代わって森脇、先頭ね、茶野がフォアボール。で、太田西のね、アウトに取るけども、中川のね、ライトへ、勝ち越しのタイムリースリーベースっていうところでね、このね、ライトね、アイト、ダイビングでね、まあ、この4回の時にね、若干ね、ゴロをポロンチョしたっていうところもあるけども、ダイビングでグラブに一瞬入ったかと思ったけども、落とすっていうね、その後グラブ叩きつけてね、悔しがってたけども、あれ、取ってたらね、スーパープレーっていうところだったけどもね、あれをまあ取り切れずね、勝ち越し点与えて、その後ね、森がタイムリーヒットで、まあ7対5でね、しっかりオリックスが勝ち切るっていうところで、まあね、西武としては序盤にね、しっかりね、ニックスから点取っただけにね、そのままで行きたかったなっていうところはあるけども、オリックスはね、やっぱ杉本のね、あの、牽制アウトからの杉本のホームランっていうところでね、一気に流れが変わってね、5得点取ったっていうのは非常に大きな試合展開だったかなと。で、オリックスはね、バタバタしながらも最後ね、本田、そして平野とね、非常に、リリーフがね、抑え切ったっていうところではね、まあ最後ピンチね、作ったけどもね、本田、山崎、総一郎、宇田川ね、平野というところで、まあランナーをね、出しながらもしっかりね、逃げ切れたっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。
で4月22日ね、2対4で西武っていうところで、西武先発ね、高橋光成、9回125球5安打8三振無四球2失点とね、オリックスね、山本とのエース対決を制するっていうところで、まあ左右ね、打者関係なくね、うちにストレートしっかり投げるっていうところと、まあ9回にね、マックス157キロが出るっていうところでは、余力をね、125球投げながら、残しながらね、非常に1回から9回までね、安定的に素晴らしいピッチングができたっていうところは非常に素晴らしかったですし、これでね、防御率 0.84 と非常にね、安定感っていうところね、良かったと思います。で、オリックスはね、その中でも4回裏にね、先制するっていうところでは、杉本がね、2試合連続の、ホームランっていうところでね、レフトへツーラン。これもね、インコースね、ストレート非常にね、良かったと思うけどね、それを力負けすぐね、レフトに引っ張り込むっていうところでは、ホームランを取ったね、年の勢いが杉本に返ってきたのかなっていうね。で、ここでしっかりね、2点取って、このままっていうところで、まあ、オリックスはね、この強いて言えばね、5回裏に先頭紅林がライト前ヒット、で若月送りバンド、で茶の太田がね、ここで1本出ず、1点取れなかったけども、ここで1点取ってればっていうね、ところで、ひょっとしたらね、試合展開的には大きなポイントだったかなと。ね、でオリックス先発山本ね、7回3分の1、112球、11安打8三振、無四球3失点とね、まあこれね、逆転負けを食らうっていうところでしたけども、まあね、2点取った後の5回表にね、9番児玉ライト前ヒット。で、愛斗がレフトでツーベース。で、ノーアウト2塁からね、セカンドゴロの間に1点上げるっていうところでね、まあこれはね、もう後ろ守られるのはね、仕方ないっていうところはあるけども、このね、愛斗のレフト線のね、ツーベース。これサード胸ね、サードゴロ、逆シングルで取りに行って攻撃してんだけども、そんな速い打球じゃなかったわけ。で記録はヒットになるけども、ね、そんな強いゴロじゃないのに、まあ、取れなくてもいいから止めときゃどうにかなってなのに、あとは正面入っても俺はファーストセーフちゃうかって、ファーストアウトちゃうかと思うんだよね、正面入ってても。そういったところのね、まあ、技術っていうか判断っていうところのね、俺はまあミスだと思うんだけども、高越してノーアウトに一緒になって、で鈴木翔平のね、まあ、内野前進取らずね、1点取られるんだけども、まあ、あれをねアウトにできなくでも、まあ、1、2塁だったらバントとかありえるから、まあ、失点はしてるかもしんないけども、その後の殿崎、ね、中村拓也がねワンアウト3塁から連続三振取ってるっていうね、スーパー山本になったっていうところを考えればね、このねサード宗のプレーはねどうなのかぜひみたいなねところはねちょっと思うね。で8回表ね、西武はね連打でっていうところで、殿崎レフト前、ねね、中村拓也センター前ヒットで、ノーアウト一塁からマキノンがね、同点タイムリーヒットっていうところでね、まあ、ここでねセンター前、ね、センター 中川ねサードナイススローでファーストランナー中村拓也をね、まあ、8号でねアウトにするんだけどもね、ノーアウト一二塁ね、マキノンセンター前、殿崎帰ってきました、同点っていうところで、中村サードアウト、ノーアウト、いや行っちゃダメでしょっていう、あそこは。でその後ねピッチャー宇田川に代わってペイトンがね、フォアボールで1、2塁でもね、この中村拓也がアウトになるときにマキノンがねちゃんとセカンドまで行ってたっていうね、この走塁がねめちゃくちゃ素晴らしいと思ったね。でペイトンがね宇田川からフォアボールで、ワンアウト1、2塁になってね、佐藤キャッチャーをファールフライ、2アウトに続いて次フォアボールで、2アウト満塁から児玉がねタイムリーヒットで勝ち越しっていうね、児玉グヒット、最強の9番打者になるかっていうねところで、まあ宇田川ね、この2つのフォアボールが痛かったね、まあ1軍登録抹消されてもうちょっとね休養かなっていうところはあるけどもね、再調整っていう中ではこの児玉がよく打ったっていうところで、まあオリックスはねこの3フォアボール2個が痛かった。であとはね、中村拓也のサードアウトをね他の選手がつないで最後下位打線でものにしたっていうところはね、チーム全員でカバーするっていうところは非常に良、かったかなと。で9回表ね、中村拓也がね、殿崎盗塁で、ワンアウト二塁になってタイムリーツーベースね、ダメ押しの1点取るっていうところでは、打線がね非常にいい回りしたのかなっていうね。でまあここでね一番思ったのは替え時の難しさかなとね、まあこのね今日この試合ね、山本も結構ヒットを打たれてたからね、まあ、どこで変えるのかっていうところはあるけども、山本よりいいピッチャーはねさすがにオリックスにはいないっていうところで、まあ、7回ね変えた方が良かったんちゃうかっていう人はいるけども、これはもう結果論だからね、何が正しくて何が間違ってるっていうのはないけども、やっぱこの試合一番見てと思うのはやっぱエース、絶対的なエースっていうところのこの変え時の難しさっていうところはね非常に感じるね試合展開だったなとね。
勝てはね、高橋は9回投げ切って2失点というところでね、しっかり勝ち投手になっている完投勝利というところもあるしね、どっちが間違っててどっちが、ま、あの正しいというのはないけどもね、この中難しさというのがね、ある試合展開だったなと思います。で23日ね、4対1で、オリックスというところで、もうオリックスね、先発山下俊平太7回102球3安打3三振3四球無失点と、まあ、今までに比べたらね、ちょっとフォアボール出したかなというところはあるけども、完璧なピッチングでね、で阿部がね、1軍に帰ってきて、阿部山崎総一郎というところでね、しっかり、抑え込んだというところ、まあ、阿部とね、宇田川がね、これ変わって、まあ、そこら辺もね、リリーフ陣をこう休ませながらもね、また万全に仕上げていくっていうところでは、中嶋監督のね、その1回休ませるっていうね、2軍に、ね、行ってリフレッシュっていうところも、この阿部もね、1軍にから落ちるときは、前はね、非常にちょっとバタバタしてね、あまりストレートの伸びも悪かったですけども、ここでしっかりね、またリフレッシュさせて帰ってくるっていうね、こういうローテーションもね、まあ、リリーフが熱いっていうところもあるけどもね、そういったところをね、しっかりね、この目先でね、バタバタしないで、一回ね、落としてっていうところをね、マネジメントできる中嶋監督のね、たまものかなっていうところもありますね。でも山崎下俊平太のね、素晴らしいピッチングはね、良かったかなっていうね。で、西武先発エンス、5回3分の1、89、5安打2三振、2四球4失点と、まあ、このなんかね、この3連戦はね、魔の何回っていうのがあるね。もう、この辺もね、魔の6回っていうところで、紅林レフト前ね、で、ゴンザレスがレフトスタンドでね、先制ツーラン。で、これだけで終わんないでね、茶のね、内野安打。で、大田の時ね、さあ、これ、悪送球ね。こういうのもね、エラーが付きまとうんだよね。で、結局最後はね、森押し出し。でね、杉本、ピッチャーエンスからね、森脇に代わって、レフトへタイムリーヒットっていうところで、まあ、エラー、フォアボールっていうのがついてくるとね、まあ、でもそこをね、一気にものにしたっていうね、オリックス打線も素晴らしかったかなと。で、これね、もう山下が投げてるっていうことを考えたらね、4点プレゼントしたらもうこのまま勝ちゲームでしょうっていうね。で、西武は9回にね、殿崎がホームラン打つけどもね、4対1、時すでに遅しっていうところでね、しっかり集中打でものにしたね、エースも序盤良かっただけにね、もったいないっていうところはあるけども、ね、しっかりものにしたオリックス打線の集中打、そしてエラー、フォアボールっていうところがね、ついてるっていうところで、非常にもったい西武としては失点になったし、山下俊平太はね、ちょっと制球を乱すところもあったけども、まあ、十分すぎるね、ストレートの威力っていうところでね、非常にね、頼もしい存在で、山本山下のね2大エースっていうところで、山本が負けてもね山下で勝つみたいなねところで、非常にね素晴らしい、勝ちだったと思います。結果ね、2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。はい、さあ続いて、楽天対日本ハムね、21日8対7で楽天サヨナラ勝ち、ルーズベルトゲームみたいなね。で、22日3対5で日本ハムで、23日4対3で楽天のね、2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけどもね、このね21日の試合8対7で楽天っていうところで、日本ハムねミス多いね、しかしもそれがね失点に絡むね、初回パスボールね、球が悪送球みたいなね、そういったところで非常にねもったいない試合展開になったけどもね、1回の裏ね、楽天、ワンアウトからね島内ツーベースで、浅村の時にねワンアウト2塁からね不審パスボールで、ね、浅村の犠牲フライ、やらなくても1点をやるっていうね、ところでは日本はもきつかったかなとね、こうなってこっち来たらこういったらここ当たるよっていうね、こうなるようにちゃんとミット構えとかなきゃいけないのよ伏見ね、バッと、はい、で5回表ね、一気に日本ハム、ね、7点取るっていうところで、万波がね、仙台のツーベース打って、上川と送りバント決めて、ワンアウト三塁、まずはね、同点にしようっていうところでね、七間が、スリーベース、で、伏見が三振してアウトになるけども、ここからね、悪送球ね、ワイルドピッチで1点取って、リアザーツーベース、松本八千フォアボール、アルカンタラね、タイムリーヒット、で、野村がまたね、走者一掃のレフトへタイムリーヒット。で、ここでも終わらないで、ピッチャーマー君から酒井に代わって、万波で、ね、フォアボール。で、上川端ね、タイムリーヒットで7点、7対1。これはもう完全に日本ハム勝ったなっていうところとね、楽天先発はね、田中マー君。4回3分の2、89球、6安打3三振、西球7失点とね、この5回の表やっちゃったなっていうところと、日本ハムピッチャーね、加藤ね、5回3分の1、87球、8安打5三振、1四球、まあ、5失点しちゃうんだけども、この時点ではね、まだ1失点。で、2回、3回、ね、4回っていうところも、多少のね、3回裏ピンチ作るけども、安定したね、素晴らしいピッチングでここまで来て、6点差、加藤が投げてる。これもう絶対勝つでしょうってなったところで、5回の裏ね、ワンアウトから、伊藤がね、レフト前ヒット。で、小郷内野安打で、小深田ね、センター前ヒット。で、島内タイムリー、浅村アウトになるけども、フランコタイムリーで3点を返す。おいおいおい。これちょっとまだ分かんねえぞってなった時に、6回裏にまた小郷が
タイムリーツーベースで、ね、1点を返してこれでね、7対5になって一気に分かんなくなったなっていうところでね、日本もね、その後ね、6回、ね、伏見センター前でここでね、安田のパスボールが起こってノーアウト2塁になるんだけども、ここからね、矢沢、松本、八千、3者連続三振でね、宮堀に抑えられるっていうね、ここで1点取れなかったのがね、ちょっと痛かったかなっていうね。7回も2アウトね、2塁から上川畑ライト前ヒットを打って1、3塁するけども七間がね、三振ね。で、8回も、ワンアウトから磯畑ランナー出るけど、でそこでね、盗塁で走って松本っていうところでね、セカンドライナーダブルプレー、この朝ブラのプレーでかかったね、ダイビングからのね。でもあれをね、磯畑飛び出す気持ちもわかるけど飛び出しちゃダメよっていうね、中でチャンスがね、6、7、8あった中でね、このチャンスをものにできなかった日本ハムねっていうところの中でね、8回裏なんとね、代打西川が、ホームランね。でまだそれでもね、7対6 1点差、まだどうなるかわかんないねっていうところで、9回裏ピッチャー田中誠貴マウンド上がって浅村センター前でフランコセンター前ノーアウト1塁からね、代打太田バント田中ファースト約束球、わお、まあ、ちょっと早急なあるからね。で満塁になって西川がね、同点タイムリー、そして山崎がねノーアウトからサヨナラヒットっていうところでね、次元と8対7ルーズベルト権、完璧に日本ハムの勝ち試合だっただけにね、これを落とした日本ハムは痛いし、逆に楽天はね、ものの見事にね、まあ、相手のミスもあったけどもね、しっかりね、それをものにして得点をしたっていうのもあるけども、やっぱり6、7、8でね、しっかり相手にランナー出すけども守り切ったっていうところではね、このあのリリーフ、宮森安楽、孫、鈴木空、非常にね、よく頑張ったかなっていうところはね、あります。はい、そして、次の日、22日3対5で日本ハムっていうところで、楽天はね、プロ初先発ドラフト1位の庄司ね、まっすぐカーブカットフォークっていうところで5回3分の2 92球4安打6三振3四球3失点と、まあ、まっすぐはね、平均180だったらえぐいよっていうね、まっすぐは平均ね、148から149ぐらいかな、まあ、150キロ以上のね、ストレートも投げてましたけど、まあ、いい球もねあるけども全体的にちょっと高いっていうね。で低め徹底できればね、あの非常に良かったのかなっていうところもあるから、これはね、まあ、さらに課題点っていうところかなと。でも初登板でね、ルーキーって考えれば非常にね、いいピッチングで十分でしょっていう感じのねピッチング内容だったと思います。で日本ハム先発噂はね、7回3分の2 105球8安打2三振4四球3失点と、まあ、前回もね4四球出して制球ばらつくけど粘りの投球だったけども、今回もね、あの4四球で、まあ、粘りの投球かなと。あとはまあ2回3回5回のダブルプレーが大きかったかなっていうところで、この勝負どころのね、フォークカットカットっていうね、2回はフォークでダブルプレーね、で3回はカット、5回もカットボールっていうところでダブルプレー取ったのはね、非常に大きかったかなとね。2回先頭のフランコ出すけども、鈴木大地をね、フォークボールで6-4-3ダブルプレーで、3回もね、先頭西川ライト前ヒットで小深田送りバントを決めて、島内フォアボールでワンアウト1、2塁ピンチにね、浅村で作るけどもカットボールをね、5-4-3ダブルプレー引っ掛けさせてね。で5回もね、センター太田センター前ヒット、ね、西川フォアボールで小深田ね、ピッチャー内野安打で、満塁になるけども、島内を打ち取って浅村をね、4-6-3今度もね、またカットボールでダブルプレーっていうところで、まあ、フォアボール含めてね、ちょっとバタバタしてピンチは作ったけども、ここをしっかりダブルプレーでね、粘れたっていうところは非常に大きかったかなと。でその中でね、粘ってると今度はね、攻撃にチャンスが来るっていう中でね、6回表ワンアウトからね、アルカンタラツーベースで松本フォアボールで、野村がね、先制タイムリーツーベースで万波アウトになるけども、マルティネスがね、センターへタイムリーヒットで、ここでしっかり3点取るっていうね。逆に日本ハムはね、ここでダブルプレーにならないでしっかり連打でね、タイムリーでものにしたっていうところがね、大きかったっていうところもあるし、でね、その3点で終わらないで7回表ね、2アウトからだけども代打磯畑がね、レフト前ヒットで磯畑盗塁成功して、アルカンタラがね、ライトへタイムリーヒットっていうところでね、あの6番打者の外国人補強したいって言ってるけども、このアルカンタラでいけるんちゃうかって俺はね思うけども、開幕2軍スタートだったからどうしたのかなって、2軍スタートか途中で落ちたのかちょっと忘れちゃったけども、どうしたのかなって思っちゃったけどね、このアルカンタラいいねっていうね、ところで、でまあ、ここもね、7回8回もね1点ずつ取るんだけども、これ足を絡めてっていうところがね非常に良かったかなと。8回もね、2アウト1塁からね、上川畑の打席でね、江越が盗塁して、で上川畑のねセンター前タイムリーヒットで江越が帰ってくるっていうところでね、非常に良かったかなと。だから江越はね、8回表のねダイソーで盗塁してから上川畑のセンター前ヒット、ここでねホームね、
コースライディングでね、ちょっと脇にそれてね、非常に良かったし、8回裏もね、センターオーバーというところで強肩を見せてね、ライトで、ね、からセカンドでね、タッチアウトというところで、まあ、走守というところでね、非常に貢献したプレーが大きかったかなというところは思います。で、楽天はね、7回8回ね、得点してね、またこれ逆転ちゃうかと思ったけどね、最後は9回裏ね、宮西がね、マウンドに上がってそこをね、抑えられるっていうところだよね。まあでも最後ね、この7回裏は山崎のホームランで、8回の裏をね、岡島のツーランホームランでね、5対3になって、またね、大逆転あるんちゃうかって思わせるね、この粘り強さはね、あったけどね。で、続いて、そう、まだ2戦目の説明だった。俺終わったと思ったら、まだ点があるけど間違えてんのかと思ったら、まだ2戦目の説明だった。で、3戦目ね、4対3で楽天の勝ちっていうところで、まあ本当ね、この3連戦ね、粘りに粘って終盤どうなるか分かんない中で1勝1敗で迎えたね、この日曜日23日ね。で、まあ最後はね、1対1点ね、サヨナラでね、辰巳が取って、なんか塩対応のね、ヒーローインタビューしてて、まあ面白かったなと思うけども、うちがね、プロ初勝利っていうね、まあ、うちはね、いいピッチャーだからね、佐々木チャンネル取り上がってますからっていうところもあるけども、この試合ね、騎手の150勝、王手がかかった中でね、5回94球、4安打4三振、3四球2失点と、まあね、5回最低限の仕事できたけどね、まあこの試合ね、デーゲームでね、途中まであのダゾーンで家で見てましたけども、途中からあのもう解説に行かなきゃいけなかったんで、途中から見てないんですけども、まあ1回ね、初回ね、カーブが若干すっぽ抜けたところをね、松本がレフトへホームラン打って、またこの試合もね、ちょっとね、取って取り合いの幕開けかっていうところでスタートしたけども、2回ぐらいね、楽天が山崎フォアボールで、黄金の時にね、盗塁絡めながら、でここでバンド失敗がね、痛いなっていうね、ところで、まあ、その後もね、伊藤フォアボール、これだから伊藤フォアボールがね、この、 あの上原はね、ちょっと痛かったかなっていうね、せっかくね、このね、あのバント処理、非常にね、スピーディーに出てきて、間一髪ね、サードに投げてアウトにしてね、いいところだっただけにね、でその後、銀次郎ライトへヒットね、で小深田ね、セーフティースクイズ、で島内がタイムリーっていうところで一気に3点ね、作戦をも絡めながらっていうところあるけども、やっぱこの伊藤のね、フォアボールが上原にとってはね、ちょっと痛かったかなっていうね。で、2番も先発上原ね、2回49球5安打、2四球3失点とね、まあ、これで交代になるけども、こっからのね、メネズ、カーノ、池田、ロドリゲス、田中正義、玉井ってね、リリーフ陣ね、非常にね、日本ハムね、よく頑張ったんだけども、まあ、最後ね、ちょっとね、あの粘りきれなかったっていうところはあるけども、メネズの3イニングっていうところも非常に良かったんでね、ひょっとしたら先発足りなかったらメネズが先発にね、来る可能性もあるんじゃないのかなっていうことに見えたけど、でまあ、ここで、ね、3対1になるけども、4回の表にね、ワンアウト満塁からエゴシがね、ライトへ犠牲フライって1点取って、で7回の表にもね、アルカンタラがワンアウト1、3塁からタイムリーツーベース打って1点取ってね、追いついてね、終盤どうなるかと思ったけどね、11回の裏ね、辰巳がライトへツーベース打って、さよならっていうところではね、まあちょっと粘りきらなかったなっていうところはあるし、まあ楽天はね、岸以降ね、宮森ね、で鈴木空はね、1点取られるけども、まあ伊藤ね、西口、松井ね、内っていうところでは、まあ内がね、最後ヒット1本打たれるけども、伊藤、西口、松井でね、しっかりそこはね、無安打で抑え切ったっていうところは、まあリリーフの踏ん張り良かったなと。まあでもここ一進一退でね、どっちが勝ってもおかしくなかったなっていう試合内容だったけどもね、最後11回の裏はね、最後辰巳のヒットっていうところでは楽天がね、この3連戦結構接戦だったけどね、やっぱり1試合目のね、楽天としては21日の試合をね、逆転したっていうのが非常に大きかったかなっていうね。で楽天のね、2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところでしたね。さあ続いて、ロッテ対ソフトバンク、21日3対2でロッテ、22日6対0でロッテ、23日6対2でロッテ、ロッテが3連勝っていうね、ところになりましたけど、開幕戦のね、3連敗をね、やり返すっていうところになりましたし、ソフトバンクとしてはやり返されるっていうところになりましたけども、まあ、21日ね、3対2でロッテっていうところで、ロッテ様佐々木朗希ね、7回88球3安打8三振無失点と、防御率 0.00、被安打ここまで3試合投げて5本っていうね、1本1本3本っていうね、で真っ直ぐスライダーフォークね、どんどんストライクに投げ込んでね、抑え込むっていうところでは、相手バッターがどんどん込んでよりももうそこにどんどん投げていくっていうね、形で、まあ、対応されないんだからね、それを投げていくだろうっていうね。でしかもこの試合ね、特にそうだけど、高めからのフォークっていうところが、普通高めからのフォークは長打になるんだけども、ストレートに見えてるのかどうか分かんないけど、全くホークス打線がね、打てないっていうところで、まあ、三振空振りが多いっていうね。これはもしかしたら現代に蘇る水島新司さんのスカイフォークじゃないのかっていうね。まあ、里中のスカイフォークはね、アンダースローから投げて浮き上がって落ちてくるっていうね、里中のだけども、
これ水島慎二さんが予見してたこれスカイホークちゃうかっていう、もうそんなことないんだよ、上投げの人が上から落としてきたらそれホームランボールなんだよ、でもそれ全く打たれないの。だからひょっとしたら高めのストレートに見える、もしくは高めは振らないようにと思ってるから手が出ないのかも分かんないけども、これはねもう里崎が命名しますしね、現代に現実になったね漫画家水島慎二さん考案ね、千葉ロッテマリーンズに入団した里中悟のスカイホークね、現実に現るね、だからもう里崎ホークの高めのホークはスカイホークです、これもう言ったもん勝ちです。しかもそのスカイホークは別に里崎が作ったわけじゃないです、水島慎二さんが作ったスカイホークを里崎が伝承してるだけですね。ロッテファンの皆さん、里崎朗希のホーク、スカイホークにしましょう。高めから来たやつだけね、低めから来たやつは違うよ、高めから来たやつはもうスカイホーク、はい、で三振連発です、はい、でソフトバンク先発武田ね、4回3分の1 85球6安打1三振2四球1デッドボール3失点と、まあこの試合ね、まあ、俺解説言ってたんだけども、まあ、しっかり制球できるのがカットボールと、あの右バッアウト左バッターのアウトコースの外の逆クロスのストレートのみなんだよね。だからクロス的に対角線のストレートでカーブチェンジアップはもう投げてみないとわからないっていうので、まあ、これはきついね、キャッチャーとしては。だからもうサイン出せるのは本当にあの逆対角線のストレートかもうカットしかないっていうね。だからまあ立ち上がり序盤は抑えれるけども、やっぱバレてきたらそれはロッテ打線もね、あの対応してくるなっていうところもあるんで、だからこれはね、だからここね、まあ、この3連戦ね、まあ、回のリードがどうたらこうたらっていう人もいるんだけども、まあ、ここで一番俺が不思議に思うのは、あの、まあ、今までよく言われてたのが、いや回のリードは能力高いピッチャーしかついてこれませんよみたいな、自分よがりで自分がやりたいことを優位にして、ね、そんなんもうピッチャー投げてこれないんだから自分の考えばっかりでやっててもピッチャーに合わせてやらないと能力の高いピッチャーしか抑えれませんよみたいな感じで言われてたけど、この試合っていうのは真逆なんだよね。自分にやりたいことはあるんだけども、やりたいことを押し殺して武田のできることの中でリードをしてたと思うの、見た感じね。どうせだからカウントのいい時は投げらせれるけど、本当はカーブ行きたいけどもしっかり投げきれない、ボール先行するから投げさせれない、だから自分のやりたいことよりも武田ができることの中で配球したと思うんだよね。でそしたらあれが足りない、これが足りないっていうわけじゃん。いやいや、そうなったら先ほどの前者の、いや自分がやりたいことをやってピッチャーの能力を合わせなくて自分よがりのリードになるわけ、そんなもん両方言ったらキャッチャーきついよっていうところは佐々木が勝手に思ってます。でロッテはね、4回裏2アウト1塁から佐藤がね、アウトコースのストレートね、左中間へのタイムリーでね2点っていうところで非常にねグッパッてね。でその後ね、この2点で終わらないで平沢がね、このインコースのね、ストレートが真ん中に入ってね、でこれずっと引っ掛け気味でボールになってるからストライク取りに行こうってなってね、それが真ん中に入ってね、ライト前で3点目、この平沢のねグッパッて、この3点目ね非常に大きかった。でね、ソフトバンクもね勝つチャンスあったわけ。まあ佐々木朗希が変わってからね、8回ね、あのペルドモから中村がねタイムリーヒットを打って1点取って、9回もねこのノーアウト満塁までね、ピッチャー増田、柳田ね内野安打、栗原ライト前、牧原ねレフト前でノーアウト満塁、バッター今宮セカンドフライ詰まって、これがキーポイントだったね。ここでね犠牲フライでもで1点取っててランナー3塁進塁させておけば同点にはなれたかもね。でその後ワンアウト満塁からガルビスのね、セカンドゴロで1点取るけども、最後シュートがねセンターフライで打ち取られて、このね今宮の打席ね、だからこのね佐々木朗希には負けたけど試合には勝てるチャンスあったけど、この今宮のねセカンドフライがキーポイントだったかなと。でロッテ佐藤ねキャッチャー打つのは非常に良かったけども、あのブロッキングね、あの2回ポロンチョしてんだけども、あの止めることも必要なんだけど、取るっていうブロッキングももうちょっと練習した方がいい。止めるだけじゃなくてブロッキング行くのが取る、ね、見えてんだから取れるやつは取らないと、ヘリとかに当たるとどこ行くか分かんないからね、止めるのも必要だけど取れるのは取る、ブロッキングしながら手で行っちゃダメだよ、ブロッキングしながら取れるものは取るっていうね練習もした方がいいと思います。22日ね6対0でロッテっていうところで、この日ねあの中10日相手のね登板っていうところで非常にねこの開けたのがね良かったっていうところもあるし、これもね吉井采配の中で非常にグッドかなって。でこの3連戦ね、吉井さんも本当にねあの移動ゲームっていうところではね、あのこの、金曜日の試合っていうのもね、中村翔吾をね DH で使ったりとかね、で日曜日の試合っていうところもね、連戦続いて移動ゲームもあったっていうところでね、藤原の
を休ませて岡をセンターにしたりとかね、指名打者に大下入れたりっていうね、っていうところはやっぱりね、ボビーイズムっていうところが俺は少なからずあると思うんだけどもね、状態がいいし連勝してるけども好調の選手を休ませながら怪我しないようにしてシーズンね終盤までしっかりね状態を上げてチーム全体で戦っていくっていうところでは、固定メンバーをね限らずね、そうやって移動ゲームだったり連戦だったりしたら調子いい状態の選手でも休ませながら他の選手も出してその選手が頑張ったりしながら打線の好調を維持して結果ホークスね3連勝してるっていうね、この吉井監督のこのピッチャーのね西野宗中10日明けでのマネージメントもそうだしね、野手のねそういった中で の移動ゲームいろいろあったりしながら休暇を与えながら他の選手にもチャンスを与えて幅広く使っていくっていうこの方針はね非常に素晴らしいと思います。っていうか俺が好きな感じ、はい、まあそれはそうボビーだからね。でね、この日は試合もロッテ西野ね、7回96球2安打6三振1四球1デッドボール無失点とね、まあ今季一番のね投球だった。これもやっぱり投球開けたのが良かったかな、制球も良かったし低めに非常にね決まったかと思います。でソフトバンク先発藤井ね、ここでは絶対負けられないっていうソフトバンクもね、4回3分の2 91球3安打5三振3四球3失点、まあ自責にっていうところでね、4回まではね1人しかランナー出さずね非常に良かったけども、5回の裏ね先頭安田内安打で井上ポランコね連続フォアボール、これが痛かったね。ここロッテの中だったら今ここ簡単に打ち取れるところをね、こう簡単にフォアボールで出しちゃうっていうところでね、でその後ね田村三振取って、田村バッティングでも頑張んないと佐藤に負けちゃうよ、もしくは松川がまた帰ってきたら負けちゃうよ、打つのも頑張んないと、はいね、っていうところでね、でその後ね平沢がねライト前ヒット、平沢9番の中でもねいい仕事をして、で藤原ねショートフライでアウトになるけどもね、こう友杉の時ね押し出しね、で2点目取って、で中村のサードゴロ2アウトでね、中村のサードゴロを栗原ファンブルっていうところもあるんだけども、これねセカンドランナーの平沢ねグッソーレ諦めないでね非常にね全力でスタートもよくサードまでね、でスライディングも早かったし、あれもうちょっと遅かったらアウトだったからね、非常にこのね、まあ栗原のファンブルはバッとなんだけども、この平沢の走塁がグッとね、このエラーをね決定づけたっていうところでは非常にねこの走塁3点目大きかったかなっていうね。で7回裏もねワンアウトから藤原ツーベースね、で友杉ライト前で中村がね、まだここでライト前ヒットでね、ま、松田がファンブルしてバットなんだけども、ここもねちゃんと友杉中村がね右方向を意識してるのよ、これがまた良かったね。それがしかもまあねワンアウトだったけどもしっかり右方向を意識してコンパクトを振ることで、それがねライト前2本っていうところにつないでねしっかり3点取れたっていうことは、このねヒットっていう技術的なことも良かったけども、この友杉中村のね意識っていうのもね非常に良かったと思います。で増田のファンブラーねもう焦りすぎっていう、やっぱ強いって言われてたことバタバタすると焦るよね、でもそうやったらもっと負けるよね。まあねこのソフトバンクはねまあ、ミスでフォアボールっていうところがね、失点に結びついてちょっと自滅感ある試合だったかなと、まあ、6対0ね西野のコートもあって完璧なロッテの勝利だったかなと思います。で23日ね、6対2でロッテっていうところではね、まあ、ロッテ先発ね、種市5回103球4安打7三振3四球無失点と、まあ、若干球数多くなったけどもね、ここでしっかりね、行動できたっていうのは良かったしね、まあ、その後ね小野ペルドモ、増田沢村ねしっかり0点で抑えて無安打、ちょっと唐川がね4本ヒット打たれて2失点というところでねちょっと危ないぞっていうところはねあるけども、他の投手たちがねしっかりカバーし抑え切ったっていうところは、非常に良かったと思いますし、ここでもねしっかりね、3回に、藤岡ツーベースね、で中村がしっかりね右打ちで進塁打打ってね、だこういった細かいところがね特に今年できてるし、中村もヒット打率上がっていかないんだけども、こういう細かいことをするっていうのがね、その後山口犠牲フライで1点取れてチームで1点取るっていうね、まあ、1点の積み重ねをやっていくっていうのが多分ねビッグイニングを作るっていうよりも1点の積み重ねを取っていって、その得点をピッチャー陣で守っていくっていうのが多分吉井監督の野球観だと思うんだよね、ここまで見ててね。そういった意味ではそれをねチームが体現してるっていうのがいいし、4回裏もね井上がレフトでツーベース打って佐藤デッドボールになるけども、大下がねここできっちり送りバントを決めてワンアウト2、3塁、岡がアウトになるけども平沢がね1番に入った藤原お休みだからね、タイムリーを打つっていうところでもねしっかりチャンスをものにしてるっていうね。で6回裏もね先頭佐藤がツーベース、だからまあフォークスとしては先頭ツーベースを打たれるのがダメなんだよね。でそれはどうしたフォアボールで岡がアウトになるけども、また平沢がねヒットで藤岡がしっかり犠牲フライっていうねところでしっかり1点取って、で7回裏はね佐藤がスリーラン、佐藤クーラーってナイスっていうね。で6対2、まあ、8回に、ね、柳田が今季1号の、ね、ライトホームラン、まあ、ここから1本、ね、やっと出たからね柳田も量産していくのかなっていうところはあるけども、まあ、時すでに遅しっていうね着実に点を積み重ねてきてからね、ロッテが、3連勝という形になったけども、まあ、全体的にもう先発投手の差だね、
やっぱりね、なかなかソフトバンクは5回ね、先発投げきれないというところと、まあ、そんな多くも2、3点だからね、そんなめちゃくちゃ失点してるわけじゃなくて、エラーも絡むっていうところはあるんだけども、やっぱり序盤に得点してないから、ピッチャー陣もだんだんきつくなって、プレッシャーが押し寄せてくるっていうところもあるし、ロッテがそこをしっかりついてるっていうところもあるけども、ちょっとね、あの先発投手陣の差がね、このロッテ、ソフトバンクの3連戦ね、大きく、結果に結びついたかなっていうところではね、ロッテが3連勝、非常にね、いい勝ち方。まあでもね、セパともにね、上位ね、全体的にギュッと縮まってるからね、1勝1敗で大きく順位が変わるっていうところでは、まあ面白いね、4月展開に、なってるんじゃ、ないでしょうか。ね。ということで、続いてベストラインの発表です、はい。まあ、パ・リーグからピッチャー西武高橋光成完投で3勝目です、はい。キャッチャーオリックス森バッファローズじゃないですよ、バファローズですよ、はい。ファースト日本ハム野村5安打5打点、ね、今打点王です、はい。セカンド西武外崎アップルパンチ、はい。サードロッテ安田首位に貢献してます、はい。ショートオリックス紅林開幕に行くで奮起、レフト日本ハム松本状態上がってきたね、はい。センターオリックス中川最後の PL 選手、ライトロッテ平沢こっから来るかな上がってね、 DH 楽天浅村センター点おめでとう、はい。リリーフ楽天内初勝利、セリーグピッチャー阪神村上これはもう本物だ、キャッチャー巨人大城スリーベース打ったらサイクルヒット、ファースト阪神大山週間7安打、セカンド阪神中野全試合出塁、サード巨人岡本、ね、4割2分1厘全試合ヒット1週間の打率がすごい、ショート巨人中山ライトだけどショート、はい。レフト広島西川敦賀気比高校から王子、センター阪神近本週間10安打エグすぎる、ライトヤクルトサンタナ週間8安打こっちも負けてないでも守備も頑張ろう、はい。リリーフ DeNA 山崎康明3セーブ、はい。特別賞あります、解説者日本放送佐々木智也ナイスキャッチ、はい。終わりです。65分20秒1時間喋りました。編集どんなに短くなってるんでしょうね。ということで皆さん今週もね、もうゴールデンウィーク前、まだまだね混戦だからね、本当に楽しいですね、来週はね月曜日どういう順位になってるのか楽しんでいきたいと思います。ということで今週の総チェックおしまいです。さよなら。